はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、続きをやっていきたいと思います。ちょっと、編成をいじりまして、まずね、この画面にいるマスターの人なんですけれども、なんかすげえ連邦軍の一般人っぽい人が立ってるんですけども、なんかね、オリジナルキャラクターっていうのをね、作ることができて、で、ミカミックスっていうのをね、作りました。で、作ったばっかりで、キャラクターアビリティの射撃センスとか、これ誕生日を入力すると、勝手にね、ついてきます。で、誕生日変えるとなんかアビリティが変わったりして、で、ちなみに自分12月31なんで、12月31の誕生日にすると、こんな感じですと。で、スウェイが、スキルですね、いわゆるスパロボでいうとひらめきっていう感じかな。で、あとね、プロフィールもう編集できて、マイキャラクターか、マイキャラクターでこんな感じになってます。名前がミカミックス、男性、12月31日の A 型で、コスチュームはタイプからいろいろ選べるんですけれども、変えられるんでね、途中で、とりあえずこれにしますと。で、ボイスもいろいろあって、これ完全に声優さんが乗ってますね。で、一応なんかしっくりくるやつにしてますと。で、 BGM もいろいろ選べるんですけれども、普通にね、ユニコーンとかも選べたりするんですけど、なんか聞いた感じこれがいいかなと。で、あとプロフィールですね。で、プロフィールは一応このパイロット設定、変質者として認定されてしまったため、最前線送りとなってしまったかわいそうなパイロットということで、変質者なんでね、お前はもう最前線送りだという感じで、前線に送り込まれましたと、そんな設定になってます。じゃあ、グループを見ていきましょう。で、増設ハンガーを買ってチーム2を作れるように、しました。で、あとね、戦艦のメンバーはもう全員、旧メンバーに切り替えました。やっぱりね、こっちの方が馴染みがあるんで、艦長、副長、通信、操舵兵、整備兵、ゲスト、これ全員変えてあります。で、チーム1が基本的にはまた従来からいるマーク・ギルダーと、エリス・クロードで、クレア・ヒースローで、エターナ・フレイルという4人をつけて、で、こっち側に、新メンバーの4人を入れてます。で、チームには、基本的にみんな露格したね、ザクで、ザク2も、露格したので、入れてますと。で、ジムが多分開発いけるんで、ジムを鍛えていきましょう。一応一番レベルの高いジム2を作りますかと。で、そこから一応フェニックスゼロとかね、なんか同じ機体はね、基本的にあまり入れたくないんですけれども、フェニックスガンダムって何個か開発パターンが、1個しかないか、上級のは。これこのままでいきますか。で、トルネードガンダム、これも、あれなんで、一気にガンダムが欲しいんですよね。お金がないんですけども。で、ザクワン、ザクワンは開発して一番高いズダ。ズダか今初めて見たんですけど、ズダはちょっと微妙だけど、ズダにしますか、せっかくあげたんで。ズダを作りましたと。よし、じゃあこれで、次ですね、またファーストを進めていきます。激闘は憎しみ深くと、ランバラルですね、ランバラル。ザクとは違うのだよ、ザクとはが出てくるので、これをノーマルでやっていきましょう。ちなみにハードになるとどれくらい難しくなるんだろう。一旦全部終わってかなり戦力が整ってきたら、エクストラに挑戦みたいな感じでグレートキャニオンを突破したホワイトベースであったが、彼らを狙うガルマザミの追撃はその後も必要なまでに続いた。ガウ攻撃空母で指揮を取るガルマはホワイトベースを追い詰めるも、抵抗を続ける彼らに焦りを募らせる。功をせくガルマに対し、友のためにと自ら出撃を申し出るシャア。だがそれはシャアの恐るべき陰謀の序曲であった。バカな、シャアの報告と違うではないか。ガルマ、聞こえていたら君の生まれの不幸を呪うがいい。何？不幸だと？君はいい友人であったが、君の父上がいけないのだよ。シャア、はかったな、シャア。
シャアの謀略によってガウ攻撃空母はホワイトベースに捕らえられ、最後の特攻を試みるもガルマの命はあえなく散った。そしてこの秘宝はすぐさまジオン本国へと伝わり、ジオンの指導者であるザビ家の抜擢ガルマザビの死を誰もが悲しみ嘆いた。ただ一人、小野賀兄弟の死さえも利用せんとする男、ギレン・ザビを除いて。我々は一人の英雄を失った。しかしこれは敗北を意味するのか。いや、始まりなのだ。地球連邦に比べ我がジオンの国力は30分の1以下である。にもかかわらず今日まで戦い抜いてこられたのはなぜか。諸君、我がジオン公国の戦争目的が正義だからだ。一握りのエリートが宇宙にまで膨れ上がった地球連邦を支配して54年、宇宙に住む我々が自由を要求して何度連邦に踏みにじられたかを思い起こすがいい。ジオン公国の掲げる人類一人一人の自由のための戦いを神が見捨てるわけはない。私の弟、諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ。諸君の父も兄も連邦の無視な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない。それをガルマは死をもって我々に示してくれたのだ。国民よ、立て。悲しみを怒りに変えて立てよ国民。宇宙の有用主たる我らこそが人類の正しき未来を救うことができるのである。ジーク・ジオン。ザビ家の長兄ギレン・ザビはガルマの葬儀を大々的に執り行い、弟の死を政治的なプロパガンダとして利用した。その結果ジオンの士気は飛躍的に高まることとなり、そしてそれはジオンの敵となったホワイトベースにとってより一層激しい戦いを強いられることを意味していた。いやー、ギレン総帥の演説があるとは。激闘は憎しみ深く。ここは砂漠っぽいな。地形適用がねちょっと低いと移動力が下がりますからね、こういうところは。チルダ注意。ランバラルが先だっけ。なんか黒い三連星とランバラルってどっちが先だったっけなって。そうか、開始伝はマチルダさんが好きなのか。てかまあ基本的にみんなマチルダさん好きだからね。素敵な恋人探してねって。ミハルちゃんはミハルちゃんとさマチルダって全然違うよね。デビル将軍って将軍だけど階級的にはどれくらいだっけ。少将、中将、大将、ここら辺がまあ基本的には将軍と呼ばれる地位ですからね、一般的に。
あれでもランバラルが出てくるってことはアムノが一回拗ねるんすよねなんか拗ねてどっか行っちゃうんすよね。徹夜になるってすげえな。こういう感じでさ働いてるとさ、お給料とかどうなってんのこれ徹夜って深夜手当とかちゃんと出てんのかな。すげえブラックそうだな。でも軍隊だから労基法とかはないのか多分。あれランバラルって誰の指揮かだ。あ、ドズルか。まあどこも大変なんだよね。があるってことは目がいい人が重宝されそうだな。俺視力 0. いくつしかないですからねメガネ外すと全然見えないです。有志海戦闘ではなんかモビルスーツの操縦とかもなんか目が悪いと弾かれそうだな。ホワイトベースとかってもともとモビルスーツ何機入るんだろう。お、出てった。あ、そうか、これセイラさんが勝手に出てったやつか。でもまあそれなりに細かく物語は進んでいってますね。まあ要所要所、まあまだ3話ですけど映画の3部作くらいにはまとめられてんのかな。あれ、アムロがガンキャノンで出るんだっけここら辺の下りが全く覚えてねえな。ミッションスタート。ラルを撃破後にコズを撃破できるか。ああ、先にランバラル。あれこれはまず序盤か。
ブラルの敵かってまずランバラルでしょ。でもまあこれだけの戦力ってことはできないことはないってことだよね。でガンダムは多分動けないから、動けないけどさダメージを食らうんだ危険じゃない。2000くらいずつ食らってってるよね。どうする、一応攻撃だけはしておくか。こいつこれ以上やらせるか。うわ強いガンキャノン強え。もう一回ダメージ与えておいて大丈夫だよね。多分回復はしないと思うんだよね。でこれであとグフを相手にすれば、240ミリキャノン砲 64% か。そちらの手並み見せてもらおうとしようか。違う、こいつは他のやつとは違うぞ。いただき、当たれ。なんと3600か。ってことはもう2発必要だな。おお、ガンダム狙いか。2600、マジこれきつくないか。あーでもこれはちょっとガンキャノン狙ってくれたな、これは助かるな。いいねいいね。ビームライフルを確実に当てていくか。これで2800、あといくつ残ってるか。うおお、そもそもアムロがやばい。最悪このままザクを倒すことになるけど、2600、あれ今いくつ当たったっけ。ビームライフルでステルショーで、これでランバラルを倒して、ちょっと待って、これは成分が全部同じになってるからな、分けとこう。システムデータっていうか、通常のデータと戦闘用のデータを分けておこう。まあギブアップでね、いつでも変えられるんだけど。2800くらい当たんなかったっけ。落ちろ。おお、2800だよね。よしよしよし。ガンキャノンでグフを倒すってそれもすごいよな。そうか、ここでチャンスステップが出るから、このままぶっ倒せばいいんだ。98%、 さすがに当たるでしょう。逃がすものか。最近の戦闘シーンではさ、こうビームライフル何発か撃って数発外すのが主流ですよね。これってコズン死ぬんだっけ。あ、違う違う違う、捕虜になるんだ。こいつら南極条約とか知ってんのかなアムロとか。ローディングが入るけど、もう全然気にならないっすね。いやー、でもセイラさんもね強くなったよね。一応 G オリジン1話だけ見たんでもうずっと
おどおどしてたセイラちゃんとは全然違いますよね。ドミアに入ってる人ってそんな簡単にさ声かけられないの？用があったら呼んでくださいって。まさに的を得ているな。あれこれなんだっけ、アムロを外すっていう話だっけ。あれってかニュータイプって誰が唱えたんだっけ。そもそもジオンズム大君だっけ。あ、そうだそうだ、これで編むのか、拗ねるんだ。でもこれさ、アムロを下ろしてさ、ガンダムどうするつもりなんだろう。まあ今はねアムロ軍人じゃないですからね。お給料とかマジ俺お給料の話ばっかりしてるけど、まあ、そういうとこってすげえ気にならないですか。ガンダムは退職金が下りた、現物支給みたいな。そうだ、解雇したんだ、解雇させられたんだ俺は。30日前に解雇予告をしないと解雇予告手当をね払わなきゃいけないんですよ。親父、休ませてもらうぞ。13人だ。みんな、何を食ってもいいぞ。作戦前の最後の食事だ。あなた、今度の作戦、どういうおつもりで受けたのです？不服なのか？いえ。お前が考えている通り、今度の木馬討伐の作戦は、ザビ家の個人的な恨みから出てはいる。
しかしだな、この戦いで木馬を沈めてガルマ様の仇を討ってみろ。わしは二階級特進だ。わしの出世は部下たちの安定につながる。兵たちのため？お前のためでもある。ザビ家により近い生活ができる。まあわしに任せておけ。信じております、あなた。うん、ハモン、食事にしよう。あなたは何になさるの？任せる。じゃあ何かできるものを14人分。一人多いぞ、ハモン。あの少年にも。あんな子が欲しいのか。まさか。あの、なんていうか、ご好意は嬉しいんですけど、僕にはいただけません。なぜ？あなたに物を恵んでもらう理由がありませんので。ハモン、一本やられたな、この小僧に。君のことを私が気に入ったからなんだけど、理由にならないかしら。そんな。小僧、ハモンに気に入られるなどよほどのことだぞ。でも僕そんなつもりじゃありませんし。気に入ったぞ小僧。それだけはっきりものを言うとはな。ハモンだけのおごりじゃない、俺からもおごらせてもらうよ。ん？そんなんじゃ。ランバナル隊、怪しい奴を捕まえました。何？スパイか？は、行動不審の女が。アムロ、フラウボ、あなたのお友達ね。あ、はい。しかしこいつの着ているのは連邦軍の制服です。そうなのか、ハモン。さあ、そうらしいけど、この坊やのガールフレンドですって。ほう、話してやれ、クランプ。は、小僧、アムロとか言ったな。は、はい。なるほど、いい目をしているな。それに度胸もいい。ますます気に入ったよ。だがな、戦場であったらこうはいかんぞ。頑張れよ、アムロ君。はい。ランバラルさんもハモンさんもありがとうございました。アムロ、行こう、フラ。あの二人、逃がしてよかったので？この近くにいる連邦軍となれば木馬ぐらいしかおらんはずだ。クランプ、後をつけろ。はっ。てか、なんでハモンはアムロのことを気に入ったんだ。全然理由がわからん。砂嵐強いよね。この画面で見る限り。いや、こんな砂漠でさ、一人で生きていくのは無理でしょう。だいぶ丸くなりましたよね。まあそれが大人になるってことだけど、めちゃくちゃ爆発したな。完全に直撃を受けたぞ。
完全に囲まれたな。ガンタンクとか絶対キャタピラーさ砂にまみれるでしょう。まあホワイトベースは動けないと。まあどっちに出るかだな。戦艦が2機いるとねめちゃくちゃ楽なんだけど、そこまでの余裕はうちにはないので、どうしようかな。真ん中で敵を迎え撃った方がいいのかな。こっちに行こう。向かい合わせ、OK で部隊を上と下で分けましょう。ホワイトベースヒットポイント 50% 以上、敵を12機以上撃破できるかやってみるさ。ここにくっつけて、コアファイターはちょっと弱いから、機関タンクとコアファイターをセットにしよう。でガンキャノンは上から来る敵を攻撃すると、まあ、基本的にはな攻めた方がいいんだけど、おミカミックスウィジンだな、そういえばじゃミカミックスは下にやるか。で下はミカミックスがいるから、ズダズダ地上出れた、危ねえ。なんかすげえ宇宙でしか動けないイメージがあったけど、でザクワンでしょ、ザクタンク、ザク部隊だこっちは。なんであんないっぱいザクがいるんだみたいな。で上はスケッタに任せよう。大体さこの時代にさモビルスーツが飛んでるっていうこと自体すごいよね。あのモビルスーツ空中に飛んでるだとみたいな。ジムはしようかな。よしこれでいいかな。これさサブフライトシステムってさ未行動のあれに含まれるんだね。反方射撃って撃てんのか。どんどん反撃をしていこう。回避回避と。よし、あいつらはもう完全にぶっ倒せんな。2400、ザクの2400って結構きついからね。反撃するのか。さすがに射程が長いな。まあ勝ちだよねこれは。グループ攻撃しよう。戦艦にいる人たちもねどんだけロックできるのこれ。レベルを上げたいからね、まあ、倒せるときに倒しておこう。ここでマジラトップになるはずだから、いいね。てか戦艦今回めちゃくちゃ使えるな。そう、そして戦艦のレベルもアップするんですよね。もう戦艦に関してはもう圧倒的にエネルギーだな。お、いいねいいね、みんな上がっていく。鉄壁、あれこいつら当たった、当たってるか。隊長機がどれだかわからん。あれ、最終日どれだ、マークギルダーだ。ここら辺にやって、ビームライフルでいいでしょう。支援はかけなくていいと思うんだよね。ようやく見れるか。で、ジムを派遣しよう。あ、そう、こいつね、格闘値がめちゃくちゃ低いんだよね。作ってみた、あ、見た。格闘値10しかないんだね射撃で攻めないといけないんだ。こっちザクタンクに持ちゃよかったかな。支援をどうするかな、かけなくても大丈夫かな。3000、全然余裕だ。ホワイトベースに近
づかせるものか。いや、こちら戦闘してないから戦闘を行ってもいいんだけど、モビルスーツ相手に戦闘を行いますか。まずはちょっとガンキャノンで、攻撃を仕掛ける。命中率の高いビームライフルで、おお、まあ、当たると痛いよなやっぱり。で、ビームライフルでやって、よし、でこれまたビームライフルで倒せるでしょう。で後ろにいるマゼラはちょっと引き寄せますか。このマゼラどうしようかな、トルネードガンダムでなんとかするか。げっ、拡散ビーム砲みたいなのがねえんだこれ。ちょっと一旦下がるか。じゃあ射程の外に出ましょう。呪術意外に強いからな。あとこっちの舞台だよな、問題なのは。ホワイトベースは完全に何もできないのか。まずザクタンク。ザクタンクってこれしかないの？なんか砲撃みたいなのあると思ってたら、ねえし。いや、やべえ、これ、やべえわ。隊長機誰？ズダだっけ？誰だ？本当にわからん。こいつだ。シャッフル。これだけ見ると顔を。やだな、シュテルムファーストってエネルギーめっちゃ使うよね。2800、まあいったか、ギリギリだな。いやー、それこそちょっとこっちは一人で無双してもらうか。一旦ガンタンクで攻撃をした。これ穴だな、ここの射程は。ポップミサイルでいくか。回避するとあんまりきついとね。3400、よし、これでミカミックスいけ。ビームサーベル 85% いいね。ユニットレベルアップ。攻撃力とかめちゃくちゃ高いな。これもエネルギーを実践的に鍛えていこう。ビームサーベルと、一応戦闘見ますか。諦めろ、これで終わりだ。かっこいいね。何マゼラトップにさ、こんなモビルスーツが来たらひとたまりもねえな。まあ反撃でなんとかするか。またやっけな、射程が広そうだからな。とりあえずこんなもんでいいか。あれ、それ何しろって言ってたっけ。ミッション内容忘れてしまった。あ、そうだ、ホワイトベース 50% 以上だってことは、近づいてくる前に蹴りをつけなきゃいけないってことだな。ズダ無理だな。回避しよう。2700か、痛いな。ザクにとってはマジこれも痛いからな。反撃できるときに反撃しておこう。マゼラアタックはよし。帰ろうこいつは。来たー、モビルスーツ隊が来たー。じゃあちょっと一回ガンタンク下げて、コアファイターも下げて、で自分でぶっ倒して、テンションさえね上がりければいいんだけど。プラス2か。強いんだか弱いんだか分からんねえな自分。普段はね、あの DJ ね、マイキャラクター、そういえば前もあったんですけど基本的にマイキャラクターなんて作ってなかったっすね。まあ、今回はね、こういう実況をしてるんで、まあ、せっかくだからマイキャラクターを運用していきたいんですけど、結構レベル上がるの早いな。いやー、でも今回の G 組はだいぶ緩く調整されてますね。マゼラアタック倒せっかな。ザクタンクで支援を受けよう。
ジャスマシンガン回避された。いや、でも倒すよ。経験値溜まってる？あ、溜まってるね。で、ツアーで行って、ちょっとずつね、やらなきゃいけない。ザク部隊は。届かねえし。艦砲射撃撃つか。よーし、戦艦の人たちのね、レベルが上がっていくっていうのはいいっすよね。熱血と。そう、戦艦に入れてればね、1匹倒すだけでみんなの経験値が上がっていくんで、これはね、結構お得なんですよ。レベル上げるときは戦艦に乗せるみたいな。ただでもそうすると、全員メンツが弱いとね、全然戦艦じゃ戦いきれないんで、艦長だけはね、強い人を乗せたりするのがいいっすね。これ雑マシンガンで行きましょう。これいくつだったの ?2400 倒せねえし。これ雑艦機鍛えるの難しいな。ズダ1番機とかあるんだ。あ、防御力やっぱ低いね。ズダ機動力192ってさすがだな。そういうところめちゃくちゃ反映してるね。で、ここら辺は帰ろう。そっかな、ザクチームちょっとやばいな。ザクワンは無事にと。よし、OK。で、上の部隊ですね。こいつはビームライフルでいいんじゃないかな。で、そこからさらに、ビームライフルと。モビルスーツが揃ってきたら、フェニックスガンダムじゃなくて何だっけ、フェニックスゼロとかは外しますか。まあ、主人公はね、主人公っていうかマスターキャラのムカミックスはね、勝手に主人公にしてるけど、いてもいいと思うんですけど、あんまりね、世代の違う機体はちょっと入れない方向でいきましょう。トルネードガンダムも、まあ、一応機体が揃ったら別の単なるジムとかに変えていきたいと思います。まずね、ガンダムは入れたいですね。トルネードもレベル4だな。ジム2とかっていつの時代だったっけ。少なくとも今の時代ではないっすよね。まあ、ジムとかだったらね、そんなに強力な機体ではないんで。シューター、あ、もう動けなくなってきた。で、マスターユニットが誰だ。あれ、マスターユニットどれ。あ、マークギルダーだから、ちょっと一旦こっちの方に来て、ビームライフルをぶっ放すと。で、ちょっとエネルギー残量が気になるけど、まあ大丈夫かな。まあ、だからね、そのジャンクパーツを作ると経験値もらえないんで、まあ、それで縛るっていうのもまあ一つありますけど、まあ、そこまでやるとちょっと辛すぎちゃうんで、反撃はできないけど、しょうがないな。結構食らうな。そして、なんとかこっちの戦艦を狙ってくるね。まあ、それはそれで全然ありがたいんだけどさ。今いくつ？うわ、結構減ってきたな。反撃できるときには反撃しておこう。メガビームキャノン 84% 支援反撃もつけよう。誰、たくさんビーム砲、ほらほら、さらばだ。あれチャレンジを達成しました。こんなところにね、ガンダム出られても困るっちゃ困るんだけどな。ま、せっかくなんでグフと戦いますか。おお、そうか、アンモンが出てくるんだ。下か、
これなんだっけ、ゲズだっけしかもこっちに来たし、支援反撃もう一発打つか、ビームライフルそれでいいでしょう。4000の2800、アムロも出番ねえなこれ一応アムロ下にやって、ハイパーバズーカが届くね。ランバラル、じゃあこの程度の敵ガンダムで仕留めてみせる。経験値にしたいな。アムロで倒すのはもうもったいないですよね。というわけなんでジムに倒す。やっぱりジムだな。うわ 66% 結構あるね回避率、さすがだな。これちょっと支援を要請しよう。なんかもうめちゃくちゃサクサク進んでるけど、ガンバラード普通に倒しちゃったよ。さようなら。ジム2強えわ普通に強い。テンションマーク、あ、このトルネードガンダムようやく2レベルか。なんかトルネードガンダムとフェニックスって全然もうエネルギーがねえし、ビームライフルいきますか。3400わかんのかな。怖かろう。これ誰のセリフだっけ。あ、カロツだ。てかさ、出てこない作品のセリフまで真似るんだ。で、フェニックスゼロも6レベルか。帰還させないとまずいな。自力で帰れるか、自力で帰れないな。あ、ただも敵はいないんで全然いいでしょう。ジム2、いや飛べるのはめちゃくちゃ有利だな。でもあとはここら辺のやつらだな。ミカミックス無双が始まる。ほら、超一撃、一発で倒せるか。ビームサーベル受講、結構ギリじゃない。いいねいいね、レベル上がってくよ。3レベル、射撃戦突破。そうか、俺なんか何でもこなせるな。ハンネルとかも使えるからね超一撃の威力をその目で仕方見ろ。お前らの好きになんかさせてたまるかよ。何、いやかっこいいわフェニックスガンダムザクタンクに任せる。どうなの、3600は無理でしょう。支援要請できねえし。ザクワンで、まあ、ザクマシンガンで減らす。まずは3200、いい感じだね。でザクタンク、よし。だってこれだけ見るとさ、ザクタンクいろんな武装ついてるよねどうしようこれエネルギーとかはいらないな。これもちょっと攻撃、いや機動力を上げて少しでも命中率を上げるか。全部あれかな、バルカン砲みたいなやつなのかな。ザクタンク、あー三連砲三連機関砲みたいな。あいつらをなおびき寄せないといけないのがちょっと面倒だな。ギャラここから攻撃してくるのか。回避しよう。ザクタンク無理なんだって。マゼラアタック、いい勝負だよな本当に。あ、やばい、もう一発使うとまずいな。
俺のザクワンが、こいつどういう気分なんだろう。フェニックスガンダムとかいる中でさ、なんで俺ザクワンなのみたいな期待がないからしょうがないんだけど、ちょっとまずこいつらを収容しよう。さすがに物語的にはもうここから増援は出てこないと思うんで、解凍して、あれ解凍したら終わり？解凍して、あ、大丈夫か、移動できるか、移動して、グリック攻撃しよう。普通ロックして、ほら行け、はい、入って倒して、で、ザクタンクに攻撃させよう。これ支援かかるっしょ、かかんないか、2900って当たるんだっけ、全然当たんねえし、ザクタンクがやばい、うちのザク部隊がやられる。ここはちょっとズダを投入しよう。ズダのシールドピック、これが一番コスパがいいな。2800か、怖えな、怖えから、確実に倒していこう。ザクマシンガンって結構減るね。おやめなさい、こんなことを続けてもお互いに痛いだけですから。はっ、さすがに素早いよっていうモーションがあるの。こうやって見るとね、顔はいいんだけどさ、ここの顔とさ、さっきのさ、あれ、この顔全然違くないっすか。で、まあと主力のザク2、これはねジオンの主力ですからね、支援受けを支援を受けないと怖いんだよな、ザクに関して。一応3150当たんのか、じゃあ大丈夫かな。ザク2も育てれば回避されたかそれなりにはなると思うんで、なるべくな、攻撃の回数は受けたくないからね。どんどん上がってくね。ステップ1でしょ。で、マグラアタックは全部撃破しておこう。ここでで、下から来たズサじゃなくて、なんだっけ、ゲゼだ、これゲゼでいいんだよね、全然違ったザクキャノンだ。ゲゼってなんだっけ。狙われてるけど、まあもういいですよ別に。ザクキャノン、あ、ザクキャノンか、欲しいな、ザクキャノン。こいつら捕獲するから、ちょっと受け、対空で結構食らうな。どれがボスだ、食らったかー、クールダウンしなくては。こいつも危険だから帰還して、このタツタはまだいけるね、ズダもいけるね。こいつか、隊長機星がついてるんで、なるべく近場まで送ってグループ攻撃で、こいつをまとめて倒す。ふん、まだまだロートルとは呼ばれたくないんでな。突っ込んでやる、あんたも来なさい。このまま一気にやらせてもらう。一気に行きます。悪いが、ここで決着をつけさせてもらうぜ。いや、ムカムかっこよくないっすか。今がチャンスですね、皆さんお願いします。全然兵士じゃないんだけど、敵は手強いわ、みんな心を入れ替えたな、きっと。そろそろ本気で行かせてもらおうか。
当たった直撃だ。いや結構ダメージ食らうね。耐久っていうのがやっぱり効いてるのか。どうしようかな、できればザクとかで倒したいけどな。変身400か、ビームナイフを一発ぶっ放すとか。ビームナイフも結構強いね。ビームサーベルが一番弱いじゃん。じゃあビームサーベルで減らそう。4900か、普通に攻撃力が高すぎる。よし、これで新しい機体が手に入った。いや、どんどん強くなってきな。7とか。これを捕獲して、しかも捕獲タイムもめちゃくちゃ広いね。で、あとはこいつを倒したいんだけど、さてどうすっかな。ザク2で倒したいな。まあ本当はね、あのザクキャノンで倒したい、ザクタングで倒したいんだけど、まあビームサーベルで一人ずつ殴っていくか。まずは、うお、耐久か。でもまあ3500だったら耐えられるからな。ビームライフでピンピンと狙っていこう。さて、こいつあとどれくらい残ってんだ。何を打ったってことは、普通のピンポイントをやらないで4900。ザクタンクどう。2600。ピンポイントで2600を減らすことができるか。ザクタンク期間中か今。ザック2はレベル1、ユーザーはレベル2。ザクタンクだな。ちょっとザクタンク早めに おさらばしたいからね。うわ、あっち行っちゃったよ。ちょっと戦艦を下げて、出撃ザクタンク。ピンポイント、ピンポイントを支援を使おう。もうズラだな。まあ2人で経験値を分けてくれ。4500か、回復してるね。ちなみにこれでいくつだったの。あ、でも5100当たるんじゃん。ランバガードはこれで一旦終わりか。機動力を上げていこう。2だ強くね、普通にこれだけ見ると。よし、2万円手に入ったからガンダム買おうっと。2万5000か、いいね。メガミックス、お、ギャロップか。戦艦確かにな、もう一個欲しいっちゃ欲しいんだよな。なんか捉えたっけ。あ、そうだ、ザクキャノンだ。これちょっと一体編成しよう。で、こいつをどれだけ開発できるか。ザクタンク、これ何だってザク2はいるよね、捕獲してあるから。マーゼルアタックはさすがにいらないでしょう。もう鍛える気になれない。これあれか、ヒルドルブか、多分見た感じ。レベル5か、結構きついな。ズダはどう。4-5-5か。他上がったやつ、ここら辺はねあれだから。ジム2英語しよう。いや、そっか、もうジム2っていう段階であれか、世代が違うんだなそりゃそうか。ってことはちょっと待ってね、一回こいつ待機させて、待機させて、待機させて、ここにガンダムを作ろう。ガンダムを置きます、ガンダム。おー、いいね。160か、ガンダム攻撃力とかが。で、配置でちょっとトルネードガンダム系は一旦置いとこう。
で、そうするとあと何を入れるかって言ったらジムを入れよう。え、ジム買えねえし1万円で買えると思ったら買えなかった。で、これはちょっともうやっぱり世代が違うとはいえガンダムよりは弱いのか4とか5になるともっと強いやつになっちゃうんだよな多分。一旦ジムに戻そう。ジムに戻して、で、陸戦型ジムとかに派生できるんで、まあ、そっちに派生させていきましょう。であと一応ここに配置するのはザクキャノン手に入れたんでこいつ入れるでしょ。でそうすると能力的に射撃値が高いのがこいつだから、ちょっとこいつとジム入れ替えよう。でここにも配置するけど、あ、ザクあたり置いとくザク2、ザク2もな汎用型だからな、宇宙でも両方使えるな。宇宙エスカーズだ。そうするとなんかもう一個の MS イーグルとかやってもいいと思うんだよね。で、まあマスターの機体は、まあ、ミカミックスなんで、まあ、ある程度ちょっとオリジナルの機体も入れていくと。であとは一応時代に沿った感じのモビルスーツ編成で、まあ、進んでいきたいと思うので、まあ、こんな感じに、してみましたと、というようなところで、今回はこれで終了して、また次回続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。